なあ、まじか、ここならそれを心配されて、アンポールブラケットも用意してくれております。結構問題で気まんまですけど、ちょっとシャワーを浴びたいなと思うんで、後でまた様子を見に行こうと思います。あ、で、買ったものをね、とりあえず戦利品をね、お伝えしておきます。これね、河内長野駅でね、買いました。唐揚げね、2種類、なんかね、味が、違う。ちょっとニンニク醤油のやつと、塩唐揚げのプレーンのやつ。それでして、うん。トースターでね、温めるとね、美味しくなるらしいですよ。で、あとはね、これね、ジャンボソーホンって、もうこれ大阪の味ですよね。まあね、もしかしたら、まあ、ここで美味しいところはあるのかもしれませんけど、まあ、何でも、手軽にパッと食える大阪の味を入れたら、やっぱこれこれ。っていうことでね、ジャンボソーホンってやつからね、3メートルで売ってて、ね、安くなっとった。これそうですよ。急行時で、本来430円のか300円ですからね。冷めとるってだけで、まあ、どうせここら辺まで持ってくるんでね、冷めちゃいますし、本当温めたいんですよ。これも、ちなみに温めるときはね、容器をね、移し替えてくださいねって言ってました。これ溶けちゃうんで、あ、こんなんですね、わかりました、って言っててね。とりあえず、宿が確保できたのがね、すごく嬉しいんです。あっちの棒になってますが、本当にここは、コアラの店と違って、このこういうタイプですね。四日市の四日市の方の店のスタイルですね。そしてこれもあれですね。これは FA 本物というのよりは、おそらく室外機の問題だと思います。エアコンね、意外とね、このね、細かい部屋に全部設置するのってね、相当キャパシティがいるんですよ。でね、コアナの店はね、もともとが52ルームやったっけ、あるカラオケ屋さんを居抜きしてるんで、そもそも55台ぐらいずらーっとね、エアコンを置く、それプラスね、通常の、ね、エアコンとかも置くことができる前提のね、キャパシティで裏側を作ってあるんですよね。排気とかも。排水が大事なんですよね。うん、どうしてもそれができないと、1台のでっかいクーラーでまとめて室外機でドンというね、大きいのにドンと流すしかなくなっちゃうんですね。まあ、こればかりは仕方ないです。でもね、光の調節もできますね。これ結構大きいですよ。真っ暗いです。私ね、かけときも、これ好きなこれですね。言うてね、これも消しちゃえばね、ここかな、こっちか。ここかな、ここかな。あ、これでいける。ね、ほら、真っ暗でしょ。ね、ここまでできるのって満喫では普通ないですからね。これはすごくありがたいんですよ。ね、で、ちなみにね、あれ、これ持ってくるの忘れてたんですよ。ちょうどね、実はね、トラベル用のやつがね、もうそろそろね、高校の時期だなっていうところだったんでね、これもプレゼントしようと。ではね、ちょっとね、いっぱいいただいて、やったことになりますよ。まあ、弁当も食べてますしね。これはね、美味しいでしょうね、やっぱし。加熱ガスになりますからね、この時にね、たこ焼きとかもね、多分探せばもっとね、ソース、オリジナルソースでこだわっとってとかね、美味しいところ、キースもね、国産の小麦にこだわっていろいろやっとって、多分ここはそこいうようなね、まあ、いわゆる普通のたこ焼き屋さんで、これがまたいいんですよね。大阪ってね、やっぱりね、大阪の人が食べてるもんって何かって言ったら、ここ。まあ、もちろん、うまいものが好きな人ね、いや、ジャンボたこ焼きなんて、いかんわってね、ダンスジャン、ジャンボ総本で、まあ、どこで行くなんて人ももちろんいるかもしれませんけど、でもね、やっぱりね、一般的にね、大阪の人がパートで食うって言ったらね、多分こんなたりになってくるんですよね。だから、名古屋でもいろんなね、高級な店とかあるじゃないですか。まあ、ヤバトンもね、そうですよね。まあ、あれはイメージっちゃい、地元の人も食っちゃ食いますけど、もう最近ヤバトンかっこいいっていうのが僕は多い気がしますけどね。有名ですからね、全国的に。全国ってならず、世界的にですね。うん、
そうそうそう、インドネシアの人はあれでしたけどね、あの辛くてね、あのイスラム教なんでね、いやトンカツは食べれないよって言ってましたけど、まあそれは主人だからありますけどね。ただね、あの要は、ね、あのね、そういう高級なんか高級なね店とかあるじゃないですか、ね、中でもいろいろあるじゃないですか、一杯1800円するキスミとかもありますけど、やっぱし名古屋の人が一番ね慣れ親しんでるのは名古屋駅のね、あの300円ぐらいで食べれるキスミなんですよね。そう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 、そういうこと。あとはね、ラーメンで言ったら例えば名古屋がありますけど、結局やっぱし名古屋の人ね、スガキが一番オーソドックスに食べれるじゃないですか。ね、じゃあ一番名古屋の人が食べてね慣れ親しんだってなんなんちって、やっぱスガキやって結構強いんですよね。ね、それと一緒ですよ。ね、こんなとこまで行ってスガキ屋かってね、ね、海外ね他のとこから来たら思うかもしれませんけど、いやいやいや、やっぱ久しぶりの国なんですよねって。ちょうどね行ってたのは長崎の人がね、教えてくれたのがね、長崎でいろんなねうまいちゃんぽんの店あるじゃない、中華街とかにあるけど、長崎の人が一番長く親しんでるのは何だかんやってリンガーハットやつよね。うん、これはね、あの長崎の庶民が普通にちょっとちゃんぽん食おうかって言って食うって言ったらリンガーハットに決まってるんですって。ですからリンガーハットのねちゃんぽんとあと餃子で、ね、餃子もやっぱね侮れないですよ。あそこの餃子って侮れないですからね。そう、あのスガキ屋のことでですね、餃子セットって売り始めましたからね、火曜のところ。あれはね侮れないですよね。確かにスガキ屋はね餃子がないんですよね。ね、ちゃんぽん売らせる餃子を売るという戦法ってすごいですけどね。あそこの餃子うまいんですよね。ちょっとかっこいいですね。うん、10時から8時間へと30時ってことは6時、朝の6時か。じゃあモーニングはちょっと目に入らないですけどね。よし、あ、明日朝一から僕予定なんで、あ、しまった箸、あれ、あの部屋のお母ちゃんの箸が平荘さんでしたっけね、あの柿の葉ですよところが箸つけてくれたからですね、じゃあお役に立ちました、ね、全てがこういうふうにうまいこといくことができますね。まあ神ね、仏さんご利益あったのかな、うん、ね、いろいろね今日は学びましたからね。何せですあんだけの階段歩きましたからね。あ、これはね、うん、あ、でも食べ物普通にパッと食いますね。うん、あ、おいしい、うん、この唐揚げのお店ね、普段はね、試合都市新間宮、あっちの方でね、やってるらしいですね。うん、ですね、こう、南海の方の流れで来とったみたいですね。なんていうの、しやったかな、あ、しまった、レシートなかったか、そこパッとで売ってましたからね。まあ、何だと思うで、あの、カーツなんかその人気から売ってる人で、あれ、ちょっと人気らしいんでね、なんか、また新番組を読みかけたらね、まあね、ああいう感じですからね、ちょっとね、声聞いたらわかるんじゃないかなっていうね。うん、でもね、新番組の方にね、お母ちゃんは皆さん、活気ありますからね。さすが大阪って感じですね。あのね、私もかなり、ね、熱々に押されるね、ところがありましたからね。うん、たこ焼きって言ったら生駒にね、好きな たこ焼き屋さんがあるんで、そこも寄ってみましょうかね。どうせ警察官も乗りたいですからね。で、実はね、ここね、そのあたり考える人はね、ちょっと面白い立地なんですよ。今回ターミナルってずっとやってたじゃないですか。でね、地図がパッと浮かぶ方は、ね、頭の中で浮かぶ方ですけど、ここで今ね、笠目ってところなんですよね。ここの名前になるさすがに、ちょっと各駅停車しか止まらないようなところですよね。ちょっとマイナーですけど、あの、あれなんですよね。あの、たこ
原本のすぐ隣の駅なんですよね。ってことは田原本には西田原本駅っていうのがありましてね、これ田原本線ですね、これがターミナルなんですよ。この辺りからずっと攻めてたら新大津のターミナル、そして大津のターミナル、そしてそのまま生駒に行けるん で、そうすればね、生駒からケーブルカー乗ってそのまままた京阪線のね、ポートに来るところがターミナル潰してっていうような感じでね、人はね、スムースに行けるんですよね。あ、そうだっけ、しぎやま口、こっちの方だけね、ちょっと離れ小島になっちゃうんですけど、でそのまま京都の方、京都、奈良、天理までは、天理も近いです。ここから行ったら先に天理行ってもいいかもしれません。どっちもいいかなっていう感じですからね。うん、しぎやま口だけどうやって潰そうかなってところなんですけど、うん、でそっから車体を破るのがなかなか大変ですね、これ。どうしようかな。奈良かと思ったよな。京都の巻き込みとか、うん、ただ京都は唯一救いは近鉄線から行く人は少ない、うん、なんか京都に行くのって基本的に大阪の人やったらさ、新幹線使うかさ、それか阪急だから使うかとかさ、うん、なってくるか、わざわざあの遠回りの京都経由使うのかな、京都行くのにはそこ使うのって皆さんの人だよ。ぐだぐだと喋っとったらえらい時間になってるじゃないですか。そうすっかり言ってもらえね、くっちゃべってましたからね。まあ言っとるはずでもう一本開いちゃいましたからね、もう一本ね。まあでも明日京都はすごいでしょうね。行くのはそこまでじゃないかなと思ってるんですけどね、どこでしょうね。奈良も多分大丈夫だと思うんですけどね。そうだ、せっかくね、こんだけね、もうちょっと充電しとかんとね。あれなんですね、通過人数もあったんですね。結構どんどん増えてますね。まあ利用者が多いんでしょうね。かっこいい私も今利用してるわけですけど、はい、おはようございます、山城ですよ。分かってるのね。今声が結構流れてますね。いや、多分ね、まあ言うてね、爆睡しとったみたいでね、12月29日に、変わりました。日曜日になりまして、今ね、朝の6時59分も7時ですね、やっちゃいました。実はね、6時ぐらいにはね、出るような、ね、のつもりでおったんですけどね、パークスしちゃってましたね。でね、一つね、気をつけないといけないというか、まあ、常識的に考えればね、分かることなんですけどね、私ね、朝一回ふわっと目が覚めたんですよね。一回ふわっと目が覚めて、ハッと見て、ああ、まだ暗いわ。ああ、もう全部真っ暗にしてましたんでね。そう、まだ暗いわと思って、そのままふっと二度寝したんですけどね。バカですよね。この部屋ね、鍵付き防音室って外窓がないですからね。ね、朝の日差しが入ってくるわけないんですから。電気さえしておけばね、真っ昼間だってね、真っ暗なんですよ。それを忘れてね、ああ、まだ日が残ってきてないで、まだまだ余裕やなって。考えてみたら、今の日の出の時刻って6時ぐらいですから、うん、全然ね、ダメなんですけどね、その考え方でも考えてみたら。ああ、そうやーんとね、今ね、起きて、あれ、まだ暗いかと思ってね、時間を見てね、やってもうたーっていう。これ、ね、やったらね、9時間パックのね、料金にしちゃった方が安いのかな。それでもう、今出ても、30分後に出てもね、変わりませんのでね、じゃあもうちょっとゆっくりと準備して出ようかなというところですね。まあ、朝食とは、ボンドサービスに使ってもいいんですけどね、まあのね、テラス席のところで食べれば問題がないんでね。朝はね、昨日の夜も結構ガッツリ食いましたからね、寝る前にね。
まあそれで言ったらお蔵と 出かけたらね、また出先でね、いろいろとね、食べるものがあったら食べたいですからね、ちょっと胃袋は朝は余裕とかね、というか私はあとあんまり朝食べないんですよね、トーストあんまり食べないですよ私、多分これご飯があったらくっついてるんでしょうけどね、まあまあいいかなというところですね。さあとりあえずね、充電もね、お酒の充電も、普通の充電もね、簡単ですから、これで、まあ、やっていこうというところですね。いや、しかし不思議ですね。このね、やっぱりこんだけね、この音でピンポンで、こっちの手にな、ちょうどこっちに高さまでこうやってね、こんだけね、私177センチ、の、ね、78キロかってありますけど、ね、まあまあ体格ある方ですけどね、やっぱりこう多分ね150センチぐらいの方でしたら、一般目線のね、ところでも足伸ばせるし、ちょっと綺麗なところです。まあ私もね、ただ以前にね、レビューみたいなのでね、会えたらありましたけど、かなり初期の頃でしたんでね、だいぶどれからとかも説明したし、まあ今もそんな進化はしてませんけどね、いや、あとね、あとは何か言って、ね、電気の調節とかも満喫って多分できないじゃないですか。で、ですから真っ暗にして寝れる。で、変な話、昼間に寝たい時にも真っ暗にできるんですよ。自分の部屋でも真っ暗にできますからね、外窓が寝る。で、子供もね、満喫ですけど、ね、まあ、ある程度にはなりますけど、エアコンで調節もできますんで。ということでね、やはりね、いやこれね、こういう形したら良くないのかもしれませんけど、下手なカプセルホテルで、ね、実はくつろげるような気がしますよ。うん、飲食のね、問題がありますけど、まあ、外にね、出たところでね、ちゃっと飲んでしまうのは問題ありませんし、っていうことですね。